辻直人選手です。こんにちは。ニックネームは どんな感じで言われてるんですか。これから私言いますから。G2 か、ナオチンか。ナオチン、これはチェアマン的に無理じゃないですか。話は変わりますけど広島ドラゴンフライズも次2年目ですからね。川崎に行った時は僕がそんな活躍してなくてもやっぱ勝てるチームし、これに慣れてしまったらこうなりたいっていうところとちょっとずれてきてしまってるのかなっていうのが分かったので、移籍につながってるんですけど。なるほど。ライバル、僕の中ではやっぱりずっとあの人のスタッツというのは常にチェックはしてますし、ずっとシュート決めといてほしいなとは思います。1人5回ぐらいは見てください。はい